1970年、誰が太陽がいっぱいと正確に発音できるだろうか。1966年2月12日のことだった。思い出している。母さんの厚く大きな桃の上で頭を洗ってもらった時、泡立った石鹸が目に染みて母さんを初めて呪ったことや、母さんの真っ黒な髪の毛が湯気にしっとりしていたこと。病棟の隅っこでざーっと桜が散った時、ネクローゼの母さんの温かい小便を長い廊下の果てにある暗い便所へ置きに行ったこと。一緒に並んだ他人の者は諦めきって冷えていたが、
母さんのものは恐ろしい色をしてとても恨めしそうだった。その透明すぎる市民がみるみる熱くなるのを僕は黙って見つめていた。深き太っちょの母さん、僕と朝鮮娘、D 君家の大人っぽい愛も、遠い静かな場所で射精する音も、気だるい風景の中での楽しい髭を覚えたことも、太っちょの結核菌だらけの寂しい どんな日和だって立ち退かない、どんな日和だって立ち退かない、物欲しそうな白い柔らかい腕の以外の顔、僕は前々から予測していた。さっき村も知らない港でそっと一人乗り込んだ船は刻一刻母さんを見限って太い埃をぼーっと鳴らす。母さん僕は帰らない、母さん僕は帰らない、母さん僕は帰らない、命を捨てた佳代子と賢治、
そら捨てた東京の空、太陽捨てた日本午後2時、古本捨てた親父、故郷捨てたナオミ、カローラ乗り捨て3億円強奪犯人 X 氏、ワンピース、スリップ、ブラジャー、パンティー脱ぎ捨てた